始まりました OJS チャンネル、今日は深井さんと2人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さて今日はここに本が2冊あるんですけども、会社でねで課題図書にした、はい、ビジョナリーカンパニーの1と2名書籍ですね。面白かったですね。いやめちゃくちゃ面白かったですね。1と2どっちが好きですか？2です。2、はい、どんなとこが印象残ってるんですか？やっぱり僕は誰をバスに乗せるか。あ、はい、授業の前に人だと、うん、もうそこがもう突き刺さりましたね。授業の前に人、はい、どういうこと？まあ、何をやるかよりも誰とやるかっていう、うん、その誰をバスに乗せるかの方が先だと、うん、でも僕のが思ってたのはやっぱりその授業があって、その授業をの目標を達成するためにはじゃあどんな人たちが必要なんだろうっていうのを考えて、うん、でじゃあ採用をしていくみたいな、そういう水の流れかなと、まあ、思ってた固定概念をもう180度もう覆されたというか、うん、っていうところが、まあ、でも読んでいくうちに、まあ、確かにそうだよなと、うん、僕もその誰をバスに乗せるかすごく良かったですね。うん、普通こういうふうに考えるんじゃないかみたいなところが、うん、ことごとくその違う違う違うってこう覆されていく、うん、あ違うのとカリスマ経営者、うん、え必要じゃないのみたいなところだったりとか、うん、もういろいろありましたよね。まあ、でも僕たちもこれに影響を受けて会社経営やってますから、うん、例えばカリスマ経営者は今いらないっておっしゃってましたけど、うん、一瞬武器に見えますよね。武器ですよね。いや絶対武器だと。影響力のある代表社長人材がいるっていうのは武器に見えるんですけど、なんでこれは必要ないんでしょう。なんで必要ないか。そりゃそうでしょ。なんで必要ないかをこれを読んだら分かります。何ですか、内容忘れてるんですか。それは何かでいくと、その時を告げるのではなくて時計を作らなきゃいけないみたいなことが書いてあるわけですよね、うん、でカリスマ経営者っていうのはその時を告げるだけだとみたいなくだりがありますよね。で本当に永続的な企業だったり組織事業を作っていくためにはやっぱり時計を作らなきゃいけない、つまり仕組みを作らなきゃいけないと。なその通りです。あの、うん、カリスマ経営者ってこういう時代が来るとかね、うん、ちょっと予言っぽいんですね。世の中にないものを生み出したりとか、それはそれですごいなと思う、うん、思うんですけども、うん、反面やっぱり物事っていうのはね波があって変わりゆくように、うん、はい、それが超えた時に、もしくはその社長がいなくなった時に、成長し続けるのかってなったら、うん、また違う様子もね、うん、だから仕組み、まあ、僕の今までの前職とかを見るとすごい象徴的なあのリーダーがいる事業ってその時はすごく伸びるんですよ、うん、ただやっぱり人事異動だったりとかってあるじゃないですか。でそのリーダーがカリスマ的なリーダーが、他の部署に行ったりすると急激にその組織が弱くなってしまうっていうのは僕も今まで見てきましたし、ってなると結局やっぱり仕組み、その人がいなくなっても回る仕組みっていうところはまた別なのかなっていう、うん、だから予言書っぽかったら すごいってやっぱ思っちゃうんですけどね、うん、やっぱり時計を作ってる人が会社を仕組みとしてやってる人は素晴らしいと思いますし、やっぱり会社の大前提ってゴーイングコンサーンだとやっぱり思うわけですよね、うん、あの一人経営されてる方とかだったらそこまでないかもしれないですけど、自分が辞めるってなったらやっぱり人を雇ってる以上はその子の未来、その人の将来も考えてあげないといけなくて、そうですね、うん、ってなったら永続に続かないと、うん、やっぱり責任がないと言ってもおかしくないですね、うん、ですね、経営者としては、うん、ってなったらやっぱり今いるスタッフたちがより明るい未来を作ろうと思ったら継続企業の原則ですね、そうですね、ないといけない、ってなったら自分がいなくなっても回る状態にしないといけない、うん、ってことはカリスマ性があったらその時は業績伸びるかもしれないけど、うん、引いたら会社潰れる、うん、ダメですよね。そうですね、まだその両方があれば一番いいのかもしれないですね、うん、そのオアじゃなくてアンドみたいなところもこの1には書いてありましたからね。確かに、うん、これちなみに1と2ってありますけど、うん、まあ、僕たち順に1、2って呼んでいきましたけど、はいはいはい、深井さん的にはちょっと見え方が違うんですよね。そうですね、こう2だから1、2だとこうこの続きが1の続きが2なのかみたいな形で読んだらば、いや実は2があってそれで2で飛躍させて、飛躍の原則なので、うん、で2で飛躍させてそこから永続性は1だみたいなのが書いてありますね、うん、はい、あ、なるほどなと思って、本当にこれ僕たちあの課題図書ってねやってますけど、うん、あのきっかけ与えていただいてっていう方もいたらこれ読まなあかんのかみたいな。やらされかやらされかみたいなね、
あるんですけど、でも強制力って大事なんで、うん、あの良かれと思ってやってたら、うん、やっぱり学びはある本じゃないですか。めちゃくちゃありますよね、うん、だから何かしらでね、あの強制的にみんなで読むっていう機会作られたらいいんじゃないかなって。で、X ラボでは、まあ、必ず読んだらそれをアウトプット、レポートとしてアウトプットしますからね、うん、でそのアウトプットするとインプットしますもんね、やっぱり。そうですね、うん、でもやっぱりこれパッと見ても、うん、やっぱ目指すとここれだから全然合ってますよね。いや、合ってます、合ってます。もう共通言語できてますしね、うん、本当に。でもこの2つを、まあ、まあ1つずつでもいいんですけど、一番、まあ、僕はさっき誰をバスに乗せるかみたいなところが、うんうん、まあ衝撃的で、うん、あのまあ、今も痛感します、それを、うん、その大事さ、うん、富士さんはどうですか、ね、いろんなポイントがあると思うんですけど。いや、まあ、ありすぎて、だから今のもやっぱ大きいですよ。大きいですよね、うんうん、今までだってスキルを求めてた自分がいたんですけど、うん、昔はね、はい、でもやっぱり会社として文化が大事なので、うん、スキルはあるけども文化に合わない人は、うん、やっぱりお互いのためにならないですし、うん、そうですね、逆に言ったら先輩からもやっぱり経営者の仕事はあの文化作りだと言われたこともあるんですけど、まあ、確かになと。文化って自然にできるものじゃなくて作り出さないといけないじゃないですか。そうですね、はい、だからこの中でもあのカルトな集団みたいなのが出てくるじゃないですか。ありますね、変な意味じゃないし、ね、はい、でそう思えるぐらいの集団を作るっていうのは確かに印象に残りましたね、うん、あと利益の最大化では不十分っていうところもあったんですけど、うんうんうん、やっぱり利益だけじゃなくて利益は必要なんですけど、うん、あの理念の追求のために利益が必要だっていうのもその通りだなと思いましたね、うんうん、僕らも会社経営をこれでやっててね、あのまだまだ程遠いですけど、うん、とはいえこれをみんなで共通言語にして目指すってなったらいい会社にしかならないじゃないですか、うん、まあ、全員が読むべきものだとは思うんですけど、まあ、まずはやっぱり人を動かしていくポジションにいるマネージャーだったりとか、あ、経営陣、ボードメンバーだったりとかは最低限読むべきかなと、うん、なのでぜひ一度買って読んでみてください、うん、ということでまたお会いしましょう。ありがとうございました。